隠居5年目速稼塾の久保でございます。鳥居真知子さん退院されたそうで、私はお話を聞きました。そしてコメントもね拝見したんですけども、この錦鯉さんっていうのが鳥居真知子さんとイコールでよろしかったんですかね。その辺ちょっと間違えていたら申し訳ありませんけども、コメントを見るにそういうことなのかなと思いました。まあ、とにもかくにもね、今回、鳥居真知子さん退院されたということで、私もねまたね、これからもやり取りができるのかなと思ったら非常に嬉しく思っております。なかなかね、こういう時勢から健康でいることってのはなかなか難しく、体調を壊しやすかったり、もしかしたら感染症なんじゃないかなってことで、いろいろとね思うところがありますし、やっぱ一日一日ね大切に生きていればこそ命のありがたみ、そして命を失うことの恐怖、命を取る取らないじゃなくても健康でいることってのは本当にありがたいですね。そしてこれからもね、この動画を通じてお互いに励まし合い、いたわり合い、いろいろ一緒に考えていければいいなと思っております。ネオさんですとかね、それからコウジさんとか、私はね鳥居真知子さんをいろんな目で見れるかなと思うと非常に嬉しく思います。お会いできる日が近づいていると思いますので、それをね、こう希望にやっていければなと思っております。とにかく今回は退院されたということで、ひとまず本当にお疲れ様でございました。お帰りなさい。それではまたコメントなどでお会いしましょう。